どうぶがまりです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、本日はね、まあ昨日ね、ダンクのなんかすごいガチャガチャしたやつが発売されましたよね。昨日のね、ダンクの結果をねお伝えしようと思います。はい、かっこいいかかっこ悪いかを別として、やっぱりコラボ系じゃない、あのだからまあ殺到するのではないかな。最近のそのやっぱスニーカーの傾向はかっこいいかかっこ悪いかよりコラボものかコラボものじゃないかでこう殺到する風味なんじゃないかな、まさにもうそれがはっきりしてる。デザインなんかもうどうでもいい風味なんじゃないかな、かすげえデザインだなと思って、なんかちょっとびっくりしましたね。なんかなんだろうね、あれ履くという履くスニーカーというよりなんかインテリア感のスニーカーですね。飾った方がなんか映えそうな風味なんじゃないかな。はい、で気になるね、そうです、結果の方なんですけれども、残念ながら落札いたしました。ってことですね。はい、ということでね、非常に残念な結果では終わったんですけどね、まあね、あの残り、今年も3ヶ月気を抜かずにね、本気で、スニーカーを購入していこうと思います。ということでね、変えた方ね、おめでとうございます。はい。まあ、変えてない方は、またすぐ出るんで、まあ、これも毎回言ってる。このセリフすげえ言ってるけど、また出るんで、変えなくてショックだった気持ちとかが、すぐ忘れちゃうんで、気にしないでください。また、なんか、コラボ系のスニーカーだったり、あっちゃこっちゃから発売するんで、まあ、ね、そんな、気にしなくていいことです。コラボスニーカーとかでプレったりするともったいなくて履けなくて取っといて、結局スニーカーとしての機能を果たせず終わってしまう風味なんじゃないかな。なるべくね、こうガンガン履けるスニーカーを、これからも持っていこうと思います。ということで本日は、昨日のね、ダンクのオフホワイトコラボかな、発売されたんですけど、そちらの結果についてお伝えしました。以上です。